おはようございます。三宅雅治です。藤本真理乃です。今週も1週間お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ご覧になっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いろいろね、二人で、今週振り返って、どんな話をしようかねなんて言ってたんですが、はい、今日の番組の終盤でもうやることはこれだろうっていうことが決まりましたですね。全てが塗り替えられましたね。塗り替えられましたね。はい、今日のなにわ男子の何年というコーナーで、はい、若者言葉が進化しているという、うん、テーマを扱ったんですが、その中でチキチキポーズという、これは好き？そうね、チキチキっていう風に言うでしょ。そう、若者の考えてることは我々には分かりませんが、はい、あなたはまだ分かるでしょう。いや、ちょっと私は8はもうほぼ全部分からなくて、4とも以外全然分からなくて、ね、4ともかどうかっていう話をなんかね、はいはい、してたんで、僕と軽部さんは4ともですって、まあ、挨拶を交わす程度ですっていう話をしたんですが、すると軽部さんがそこで軽部の友と書いて上友ですっていうふうに言ったら、あれも親友と読まなきゃ意味がね、分からなくなるっていう、はいはい、そういうことで、まあ、あの辺で一回落ちたんですが、はい、ただまあそういうふうに俺のことを親友と言ってくれた軽部さん、うん、軽部さんチキチキっていうふうにやって、また軽部さんがチキチキってやるという、そういうですね、非常に気持ち悪いくらいになりました。もしかするとご飯を食べていらっしゃる方いるかもしれません。お忙しい中で、ご覧になっていた方々に、大変不快な思いをさせてしまったら本当にごめんなさい。いや、そんな謝ることか、はい、いや、ただいや、私その何を出すなんでやねんのスタジオ進行を担当しておりまして、はいはい、そうですね、もうその一連の流れを見て、うん、何にも考えずまず口からもらっても大丈夫そうこれよかったね、最後もう落ちたであるまたね。ポロッと出てきました。もん、すごい空気でしたよ。いや、あれでまあ終わればよかったのかもしれないんだけれども、はい、また目覚まし8との掛け合いで長嶋さんがまたその話を蒸し返すから、そうなんですよね、ね、はい、もう蒸し返す、あ、また蒸し返してんなと思ってパッと見たら自分が映ってるじゃん。これはやんなきゃいけないなと思ってチキチキって思ってやっちゃった。そしたら今度カルベさんと言ってカルベさんもチキチキってやるっていう、ね、画面上で三宅さんと長嶋さんのツーショットっていうのが、あの瞬間ツーショットになりました、ね、はい、ちょっと久しぶりじゃなかったですか。なかなかないんですよ、もうね、はい、最近ね、はい、いつも僕の掛け合いはね、谷原さんといつもやっているので、はい、ちょっと新鮮なというか久しぶり感がありましたね。はい、で、私はまあ、裏でそれを見てて、あ、長嶋さんと三宅さんのツーショット久しぶりだと思ったのに、うん、切ない気持ちになりました。まあね、そして長嶋さんがいつもやってますもんねいつもやってないわこんなこといつもやってる58歳ですということで今週もご覧いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。チキチキ。